ファクター4なんですけども、弊社アルティメーカー社の初めての工業レベルの FDM3D プリンターになります。弊社は今までプロフェッショナルシリーズのデスクトッププリンターとして販売の方させていただいたんですけども、初めて工業レベルに達したコンマ2を重視した寸法精度を保証する工業レベルの FDM の 3D プリンターになります。工業レベルになって変わった点っていうのは大きく見ていただくと、ここの H型のガントリーシステムになりまして、やっぱり寸法精度とか工業レベルで満たされるものを求めるのであれば、ここをやっぱ改善する必要があるということが明確になりまして、見ての通り結構がっちりとしたシステムになっています。でその上にこういうパージ機能っていう横に樹脂を捨てるところもありますので、今までちょっと余分に材料を出して捨てる項目があったんですけど、その作業が逆に外に捨てるっていうことになることによって、造形スピードも速くなりましたし、大幅に安定性を上げることができるということになりました。あと、もう一つ大きな特徴っていうのが、今まではフィラメントを押し出すギア押し出すギアの特徴が後ろから押し出されてたんですけども、後ろから押し出されるだけではなくて、ここの先端ちょうど、ノズルがある手前のところにもあることによって、今まで、できなかった例えば柔らかいゴムの素材だったり、割れやすかったその例えば炭素繊維の素材、カーボンファイバーとかガラスファイバー入った素材が、主にもっと使えるようになりました。今回ファクター4と一緒に出た新しい弊社の素材で、PPSCF という炭素繊維カーボンファイバーが入った素材が新しく出てきました。でこちらはなぜ大きな話題を得ているかといいますと、通常ですと PPS も含めて PPSCF もそうなんですけども、すごいスーパーエンペラーとして認証されているプラスチックの素材になります。で工業レベルのものでも使えることを使えるっていうことを言い方するんですけど、実際品質的に物足りないっていうのが今までのやっぱり素材です。でそれをうまくできるのもそうですし、大概こういう PPSCF っていうのはこう叩いてみるとこういう音がするんですけど、これは熱処理をした後に出てくる現象で、よく例えば PETCF だったり ABS でも熱処理とかを強度を上げるために熱処理をするときに、こういった音をするんですけど、そういう熱処理をせずにここまでを強度を出てるので、そういった意味ではそういう後処理を工程をせずにしなくても強度を増せるスーパーエンペラーが使える 3D プリンターです。なのでこれ以外にも、例えばペックだったりとか金属とかウルテムに置き換えるような、素材が、使える機械でもあります。で、最後に、このマテリアルステーション、今までは湿気対策っていうのはほぼされていませんでした。ただちゃんと密封されて保存するような感じでしたけども、今回、ちゃんと熱も出てますし、乾燥する機能もつけておりますので、そういった意味では安心して素材をここに保管するっていうのは、日本の強いその湿気問題の中でも使えるファンクションになってます。